20代演習場での沖縄アメリカ軍による実弾射撃訓練が来年1月から3月までの間に実施されることが分かりました。沖縄アメリカ軍による実弾射撃訓練は全国4カ所の演習場で行われていて、防衛省によりますと次回の非重大演習場での訓練は来年1月から3月までの間に実施される予定です。訓練の具体的な日程や内容などについては今後日米間で調整し決めるということです。非重大演習場での訓練はこれまでに15回実施されています。